手のひらはそんなことないよね、あんまり。これ、
忙しいよ。気をつけてる。あ、ごめん、ほんじゃ、ほんじゃ、手ない。手じゃないな。素人みたいな。手ない。魚や、あい。これが気をつけるし。あ、出ちゃった。あ、出ちゃった。出たやん。膨らんだ。でもあとなんていうの、水から皮膚から呼吸するってこと。そうです。え、他の魚も。他の魚は冷凍できない種類もほとんどできないかな。ああ、なるほど。ほとんど選ぶ。え、両生類とかって皮膚呼吸するよね。あ、しますします。この子らは何だ、両生類にこうやって両生類になっていくのかな。いいとこ取りな感じなんじゃん。間どこなんだ。めっちゃ飛ぶな。 30cm くらい。 そうです。 そのまま濃い。 あ、あと日焼けの時も飛んだけど。 で、これが日本の干潟に多いの。 干潟とか太平洋側にじゃ。なんていう、例えば俺らが今からじゃあちょっと鳥羽の方に海岸行ってみましょうって言ったら思うかもしれない。あ、鳥羽の方に海岸行ってみましょう。飛び風講座でした。確かに講座はしてない。